ホーム改札口ランプ小屋発初詣客で混雑する。駅前稲荷駅は、京都府京都市伏見区深草稲荷御前町にある、西日本旅客鉄道奈良線の駅である。駅番号は、JRD03。伏見稲荷大社への最寄り駅で、正月や紅葉シーズンには一部の宮古寺快速が、臨時停車する。1879年、後に、東海道本線となる、京都駅。 大谷駅間の鉄道が開業した際に開設された。翌年には大谷から大津まで延伸。1889年には新橋駅神戸駅間が全通し、東海道本線の駅となった。1921年に東海道本線の馬場京都駅間が新大阪山トンネル、東山トンネル経由の現在線に切り替えられ、同時に残る京都駅稲荷駅間が、 桃山駅からの奈良線の新線と接続され、同線に編入されたため、稲荷駅は奈良線の駅となった。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類されていたが、2018年4月頃に配線変更を行わず、駅前後の信号機が絶対信号機に変更されたため、停留所ではなくなった。 曲線部にあるためホームがカーブしている。駅舎は2番乗り場側にあり、反対側の1番乗り場へは古戦橋で連絡している。2008年12月にエレベーターと非常ボタンの使用が開始され、バリアフリー化された。1935年に竣工したコンクリート作りの駅舎を有する、伏見稲荷大社の最寄り駅ということもあり、駅の柱が一部朱色に塗られている。また、 校内にはかつてこの駅が東海道本線の駅であった名残の国鉄最古のランプ小屋が現存している。内部には当駅や奈良線に関する備品類が収蔵されている。なおランプ小屋の建築年については1900年とする研究家による移設が存在する。宇治駅が管理し JR 西日本交通サービスが駅業務を受託している業務委託駅である IC カード乗車券。 愛国家を利用できる。JR の特定特市内制度における京都市内の駅で第1回近畿の駅100選に選定されている。京都府統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。近年、伏見稲荷大社を訪れる外国人観光客が増加しており、個人で訪れる外国人の多くが当駅を利用している。また、 JR 奈良線の利便性が向上したことに伴い、流国大学不拡差学者の学生の利用も増加傾向である。ただし、2014年の2学期から立命館中学校、高等学校が移転し、同校の学生の利用がなくなった。跡地には2016年に新たな京都市立京都工学院高等学校が設立された。前述のように、正月は、 伏見稲荷大社への初詣客で激しい混雑となるため、京都駅や宇治駅から JR 西日本の社員が派遣されて臨時改札を設けるなどの駅構内整理にあたり、また、宮古寺快速の臨時停車と増結を行うなどして、さばいている。また、近年は、伏見稲荷大社が外国人観光客に人気となり、正月三んが日以外にも利用が非常に多くなっているが、駅構内は、 バリアフリー化されたものの競争で、普通電車は4両編成と短く、降落シーズンは乗降に時間がかかり、列車に大幅な遅れが出たり、積み残しが発生している状況である。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り、駅を出るとすぐ、伏見稲荷大社への参道が続く。伊藤若中の500羅漢と墓のある、石法寺は、南東へ徒歩8分ほど。 稲荷大社前バス停は駅前ではなく、駅から350メートル製方の市団街道沿いに、ある関神橋駅から1キロメートル製方の国道24号線上に、ある、西日本旅客鉄道 D 奈良線宮古寺快速、快速、区間快速通過普通東福寺駅稲荷駅、JR 藤森駅鉄道省東海道本線、山品駅稲荷駅荒銀建築から、赤レンガのランプ小屋、 薄い茂信と牧師研究講演集ボリューム262006年稲荷駅ランプ小屋の建設年代について大野田茂。ありがとうございます。